男子ゴルフの国内メジャー大会となる日本プロ選手権が19年大会から7月に開催されることが決まった。24日に都内で開かれた日本プロゴルフ協会 PGA 理事会後、倉本雅弘会長が発表した。PGA 主催大会として5月に開催されてきたが、メジャー大会となる全米プロ選手権、例年8月開催、も19年大会から5月に開催を変更。来年は5月16日開幕、米ニューヨーク州ベスページブラックコースとなり、日本プロ選手権開催週と重なっていた。19年大会は7月4から7日、鹿児島、指宿市の指宿 GC 開門 C で開催される。倉本会長は、全米プロは、メジャーという大きな大会で日本の数選手も出場する。同じ週に日本のメジャーを開催するのは良くないだろうとのことで、7月に移動することになりました。と、いきさつを説明。19年大会以降も毎年7月に日本プロ選手権を開催することで固定化する方針だ。また西日本豪雨の影響で、日本シニアツアーとなる今年の広島シニア。8月23から24日、広島カントリークラブ西条 C の開催を中止することも決めた。なお理事会では復興支援のため200万円の義援金を寄付することも決定。